可変体。可変体。可変体ハイパーメタモーファシストは、昆虫の発育に見られる変態の型で、いわゆる完全変態であり、その上に、幼虫の時期に、形態や機能の異なる複数の段階があるものを指す。よくこの典型例とされるものに、土半妙類がある。この類の生活史は、以下のようなものである。この類は、幼虫が、孤独性の花鉢類に寄生する。 成虫は卵を地中浅くに産み付ける。幼虫は春から初夏に孵化する。出てきた一芸幼虫は扁平な防水系の体を持ち、湾曲した大きな大顎とよく発達した不足を持ち、その先端には爪がよく発達し、さらにその脇の剛毛も爪状になり、一見では三本の爪を持つように見える。この幼虫はしばしばシミ型とも言われる。 この幼虫は花に移動し、花鉢類が花粉や蜜を集めに来るのを待ち、蜂が来るとその体の上に移動する。幼虫は蜂の体上でその毛に捕まっており、大顎や足先の爪が発達しているのはこのための適応と考えられる。一例幼虫は蜂が巣を作り、花粉や蜜をため、そこに散乱した時に卵の上に移動し、 ここで卵を食べた後に脱皮して2例となる。この幼虫は太った体に、よく発達した大顎と短い不足を持つ事務仕型で、やや小金虫類の幼虫に似る。花粉や蜜を食べて成長して、同様な形の幼虫として、年を重ね、5例まで育つ。これが脱皮すると6例幼虫となるが、これは、大顎も、不足も退化し、運動能力もなく、 硬い表皮に包まれたサナギのような形となる。これを、ギサナギ、ギヨウ、カコイサナギヨウともという。これはその後に、もう一度脱皮し、再び退化した、ふ足や顎を持つなな霊ヨ虫となるが、これは移動も接触も行わず、次の脱皮で真のサナギとなる。昆虫の生活史において、幼虫と成虫では、形態的にはっきりとした違いがあり、この変化を総称して、 変態という。一般的には、幼虫と成虫の間に、さなぎの時期がなく、幼虫と成虫が比較的似ているものを不完全変態。その間に、さなぎの時期があり、幼虫と成虫で形態が大きく変わるものを、完全変態という。可変態は、完全変態のうちで、幼虫期の間に大きな形態的な変化を示すものを指すものである。典型的なのは、 寄生性昆虫の中で、一例幼虫が宿主まで移動する方の生活史を持つものに見られるので、一例幼虫が大きな運動能力を持ち、しばしば宿主昆虫の成虫にしがみついて運ばれ、あるいは自力で移動して宿主にたどり着き、そのための不足や爪などを発達させる、というものである。 このような幼虫が宿主となる卵や幼虫、そのために蓄えられた餌などに到達すると、そこで脱皮して生じる二霊幼虫は、そのような運動性を大きく失い、不活発な幼虫に形を変える。より厳密には、多変体と可変体を区別する。ただしこの後の使用例には、揺れもあり、一霊幼虫とその後の幼虫が大きく、形態や行動を変えるものを指して、 可変体という、との定義もあり、その意味での使用例もある。上記の三競争編集の説明でも、可変体の例として寄生性昆虫において第一、例の幼虫が高い運動能力を持つことを例に、挙げており、また寄生性昆虫に多く見られるとしているので、内容的には、大差ない。ただし、後期のようにいわゆる寄生性とはやや異なるものにも、例はあり。 その場合には一例要虫だけとは限らない場合もある。また、ギサナギの段階を持つのは、土半尿類に限られるらしいので、一例とその後の幼虫で大きく、形態や行動が変化することの方が、普遍性はあるようである。可変体と言われるのは、上記のように一例要虫が、宿主まで到達するための特別な運動器官を備え、二例では、宿主上、あるいは内部で、 寄生生活をするために、そのような構造や能力を大きく失う、という例が多い。土半妙類に見られるような、扁平な防水系の体に高い運動性を備えた、ものをプラニディウムプラニディアムと総称することがあり、これに類する幼虫を持つものは寄生性昆虫に多い。これを持つのは寄生性昆虫として、甲虫目の土半妙か、大花の実か、それに、 細片虫かのソシルス属ササイラスがあり、他に、ねじればねめ、蝶目のセミアドリが、早めの釣りアブ科から知られ、また引き生成ではあるが、甲虫目の羽隠し科とホタルモドキ科でも知られる。他にアミメカゲロウメのカマキリモドキ科のものは、幼虫がクモ類の乱塊に寄生することで知られ、その幼虫はアミメカゲロウメの一般的な幼虫の形ながら、胸足がよく発達し、 卵に到達するとそこで生じる二例。三例幼虫は、不足を退化させて、蛆虫状となり、やはり可変体とされる。八目と背目には、多くの寄生性の種があり、その中には、親が卵を宿主に産み付けない種が多数含まれる。それらにも一例幼虫が高い運動性を有し、それによって宿主にたどり着くものがある。それらもプラニディウムである。 例えば、アリアドリコバチカエウチャリチダエのメスは宿主である。アリの巣からやや離れた葉の上などに散乱し、孵化した一霊幼虫は全身を基地に板で覆われ、多くの棘状突起を持ち、乾燥に耐え、また一定の運動能力を持つ。幼虫は、アリの通る場所まで移動して待機し、通りかかったアリに取り付いて、巣まで運ばれる。早めでは、例えばヤドリバエ科の背筋ハリバエたちなナプタは、 長目の幼虫に寄生するが、親は卵を植物の上などに産み、そこから孵化した幼虫は、体表面に、口倉の小板を、多数へ、乾燥にも耐える。幼虫は、植物体上で、大気の姿勢をとり、振動などで、宿主動物の接近を感知すると体を前後左右に、振り動かし、宿主に接触するとそこから侵入する。また、甲虫の幼虫に寄生する赤足長張りバエ。 デクシャソマコニーナでは一霊幼虫の全身に長い毛があり、また触覚が発達しており、幼虫は土や材の中を宿主を探し回る。ギザナギについては、土半苗家でのみ知られ、その意味や機能などは不明であるが、土半苗族はこの時期で夏を越し、また紀元生族のものはこの時期で越冬する。上記のようないわゆる寄生性として扱われないものにも、 可変体とされる例がある。細川グラシライディの側大部分が専用性。つまり、幼虫が、食草の葉を食べる際に、葉の表裏の表皮下に潜り込み、表皮を残して、間の葉肉だけを食べ進む形をとる。その幼虫は、弱霊幼虫と後期幼虫で、形が違い、弱霊では、体が扁平で、往々に、胸部の幅が広くて、カミキリムシの幼虫に似る。 後期になると、普通のガのように円筒型になる。また、弱霊幼虫はその口が吸収型であり、後期幼虫では咀嚼型となる。さらに、同うのフィリノーリクター属のものでは、弱霊幼虫は胸部と腹部のわ足がなく、口は前に向き、海面上組織を噛みつぶして、内容物を吸収するだけの接触法であるのに、対して、 後期幼虫では胸部に3体のふわしと腹部に3体、微端に1体のふわしを持ち、円筒形の体に口が下を向く、標準的な芋虫型に近くなる。接触は咀嚼により細胞組織を食べる。また、弱霊幼虫には都市間がなく、後期にはそれを持つようになることから、弱霊幼虫の食べ屋は平面的で、後期のそれはより立体的になる。 それぞれの都市数は、クスノハムグリガでは、弱例が1例と2例、後期が3例と4例にあたる。このように細かかのものは、専用性という特殊な接触方法に強く適応し、可変体になるに至ったと考えられ、これは、幼虫の成長段階で資源を分割し、それによって、限りある資源の利用を最適化しているものと考えられる。また豆ムシ科では、幼虫が、 マメ科の種子に潜り込んでこれを餌にするが、一例幼虫がよく発達した胸足という意の胸板を備え、種子内に先行して脱皮すると、不足の一部、あるいは全てを失い、ウジ虫型に近い形になる。これも、また可変体の一つの例とされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。